ニュープリーズです。よろしくお願いします。バイバイ。では行きます。じゃあニュープリーズを始めまーす。始めます。ちょっと音小さい。大丈夫なの？行くよ。何待ち
내일은 나의 스타일 사실 색감 하얀 길을 지난다 신상다 이 말이 말이야 안녕.
ょ。いつものことか、まあしょうがないね。いやすごいね。ミュージック。ミュージック。ミュージックすごい音量でいいの？日本語読みは音量？音量。すごいね。なんかあのさ、あの。来たか。すごいさ、あのね。弾丸ノイズさんが、もう眩しすぎてさ、あの、なんだろう、かっこよくってさ、で、なんだろう、うちと、なんかブッキングして、なんでひどいことするんだろうって。うちと組んじゃダメだよね。うちは、メソポタミアとかさ、一緒じゃなきゃダメだよね。ちょっともうほんとすごい、なんだろう、なんか。あの若さ。すごい、あの、なんていうの、あの、うちも真面目に音楽やってるんですよ。うちも真面目に音楽やってるんですけど、はいはい、なんか、真面目さの方向性がすごい違ってて。何真面目さの方向性って。なんだろう、なんかもう、すごいキラキラしてて。眩しかったね。眩しかった。超かっこいいで、だから CD 後で、ただただって言うから、もらえちゃおうとか思って。終わった後忙しそうじゃん、やっぱね、機材。でさ、アンプをさ、かたしてたじゃん。男らしいかったね。そう、もう、うちみたいなさ、なんか、もやしっことさ、なんかさ、もう、何、メタボーには無敵な系統だよね。あって。星も低いしさ。そう、すごい、すごいね。緩んでるしね。もう、俺も裸になりたいんだけどさ。できないよね。迷惑行為です。パンツの上に乗っちゃってるもんね。もう、すごいね。サブになっちゃうからね。大東亜さんも超かっこいいね。あずさんも大東亜さんとさ、ニャンプリさんなんかさ、なんか似てるようなこと言ってたからさ。絶対しないじゃん。絶対しないじゃん。俺もブッキングミスだよね。本当だよね。うちとくちゃダメだよね。ダメだよね。ミソポタミアと。ミソポタミアじゃないし。うちはミソポタミアでシャボン玉飛ばしてもらってるのが一番似合ってるよね。ミソポタミアとバーターだからね。もうすごい眩しくてどうしようとか思っちゃった。超写真いっぱい撮って、もうフェイスブックに上げちゃった。そうそうそう、いっぱい上がってますね。いやドキドキしちゃった。次はリボンさんの曲かな。おじゃあうちも男らしいところを。男らしい。まだまだこれ。したいか。これもちょっと裸になる。いややめてやめて。見たくない。はい、わかりました。妨害だな。集中して。そこは引き分けがいいんだ。ブランブランお、ここがミュージックの会場、ワッツか。興奮するな。わかる、これ何を分かる。2番すぎる。わかる、何のことか。RYBON、リボンです。今の何？ひむろ気をつけ。あ、そう、こっちか。全然見えない。あ、そうそう、靴の紐を結べなくてお腹が邪魔で。いやいや、ちょっと歌わないと。あ、ちょっとさ、聞いてよ。すごいさ、なんだろう、みんなアンコールされてるでしょ、でしたら、ちゃんちまだアンコールもライブもまだしてないのに、うちはアンコール何の曲にしましょうかって何言っちゃってるのまだそんなちって段階じゃないじゃん、ライブもしてないのに、うちはアンコール何しましょうかねもうクソ涼しいんだよこうやって作られた話がどんどん広がってる。私は来たらどうしますかって聞いた。そしたらもう今日は、ゴーストスイングかなって言って、もし本当にあのアンコールゴーストスイングだったらチャンジが言った。それは先にグボンさんと相談してそういうことになったっていうのを皆様にお知らせしたということですね。なんか AT 型だから、いやガタガタ見せたよね。俺一人取り残されたんだけど。はい、頑張ります。最後の曲になりました。爽快爽快瀬戸内海峡。ありがとうございます。ね、ちょっと最近現役宣言が、力抜いてるって言われたから、全力でやるってことなんでね。はい、じゃあ分かりました。頑張ります。元気。嬉しいね。早くやれ。そうだね。
元気宣言Thank you.
Swing.
弾丸ノイズさんの隣に置いてありますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、感じたよ。ヤンコール、ヤンコール、ヤンコール、ヤンコール。チャンジどうする？何も考えてないよ。どうしよう、まさか来るなんて。どうしましょう、どうしよう。チャンジ何がいい？美しい。美しい。そうだね、時間も押してるし ね。じゃあ、つくしにしよっか。ゴーストスイングの用意してたからね。音をね、じゃあつくしにしましょうか。ね、じゃあ、ミュージックのために作りました。じゃあ、聞いてください。つくし。届きそうな頃、お前まぶたを
って見えたのは直接光を当てないから眩しすぎて眠れないのはこの先もずっと同じこと手が届きそうな頃重いパンタを開いたらアゲハチョウが待っていた狂って踊るあなたの二枚の羽はキラキラに光ってて許してもらえるはずなどないのに降り積もる粉を奪って逃げてやったアゲハの気持ちを考えると辛いかなアゲハの気持ちを考える余裕もないかなと思いますけれども。